いや、一筋縄じゃやっぱいかんっすね。レベル上げるのやっぱこうサブクエストをどんどん今こなしてってるんですけど、これなぁ、いろんな人に話しかけて怪しい建物に入って、あ、これはどう？それここはもちろん、どうやらヌミダンさんの話、あ、これかな。あ、恋物収集家の目、はい、お見事。これだけ鮮やかな動機は滅多にない。なんかヌミダさんにめちゃくちゃ褒められてるね、これ。どうやらあなたを見くびっていたようね。反応を見る限り、とりあえずやりましょう。あなたは我々の中で最も、どうしたらいいの。あら、せっかちだね。はい、せっかちです。目の使い方はその参加したい、参加したい。恋物収集家協会に参加しよう。まずは、協会の原則と伝統を守ると誓って、はい、素晴らしい決断ね。ありがとうございます。さて、いきなりお金もらえた。おそらく下の階で地図や書を見てるでしょう。ガブリエルに基本を教わったら、会いに行けと。私は魔術師、ただの人。行こう。あの、文章を聞いてる方はね、ところどころ一時停止して読んでいただければ。せっかちだからね、私。あ、いた、これじゃない？ガブリエル。恋物収集家協会の新人ですね。はい、新人です。ごきげんよう。よろしくお願いします。散らかっていてごめんなさい。片付けます。はい。そのうちに。恋物収集家の名について教えてもらいたいんですけど。彼女にしては珍しいですね。まあ、とにかく始めましょう。はい、全ては集中から始まります。はい、目はあなたが求めるものを映し出す。はい、だからまずは思考を明確にして、心に異物の姿を浮かべるんです。難しい。ここが面白いところです。はは、目を見てガラスの面に集中する。集中、はいはい、深呼吸して、はい、シンボルを一つのパターンに統一してください。ほういずれレンズではなくその先を見られるようになるでしょう。その先を見る。まずは挑戦してみてください。わかりました。おお、なんか来た、なんか来たよ。上出来です。はい、ありがとうございます。さあ、レンズの中央と両端に視線を合わせて、ほう、ガラスの面に焦点を合わせるの。両端と集中すれば面が溶け合うはずです。どういうこと、どういうこと。レンズを一つのパターンに統一すれば同調は完璧。同調は完璧。でも物の位置を漠然と知るだけならフォーカスに手が届けばいい。失敗してもやり直せます。わあ、どういうことだ。何する？ちょっと待って。何するのこれ。そこは光ってて到達可能なマスを選択してください。発掘ポイントを選択できません。到達可能な、どういうこと？これは困ったぞ。これはいける。占う。ワンターン消費する。ほう。いろいろ難しいぞ。これ横が別に特にあるわけじゃないし。選べるのは、このマスが選べるんですよね。で、ここが到達ポイントなのかな。あ、ここかー、そういうことか。こっから同じ柄を選んで、その到達ポイントに行けばいい。はい。どう？行けたね。はい。中庭で会いましょう。行けました。あ、パズルみたいな感じね。はい、同じ柄で、あの短いマスで発掘ポイントまで行けばいいってことか。あー、そういうことか。あー、了解です。じゃあ次はこの状態でどこ行けばいいんだ。おー、びっくりした。他のプレイヤーもいっぱいいたわ気づいたら恋物収集家協会人気あー、ここね、はい、ここのようですね。さあ、恋物を発掘しましょう。はい、あー、ちょっと所持品持ちすぎてるわ。はい、それでは発掘よろしくお願いします。何すんだ。行動に注意して、ハックスのレベルに合った道具を使ってください。はい、慌てないで。わかりました。慎重に掘っても不安定になることがあります。これ何、注意してください。本当にさ、なんで、さ、採掘っていうか発掘っていうか。おお、いいじゃん。恐竜の骨見つけるみたいな感じ。よし、恋物見つける。あー、こういう感じね。筆っていうか、刷毛かな。で、掘るみたいな感じか。あー、はい。あ、なんか、ボーナスアイテムを発見。あー、目的以外のものも、あー、こうやってゲットすることできるんだ。あ、ちっちゃい宝箱みたいな。ナイス。おー、いいじゃん。これでガンガン掘っていけばいいのかな。結構、ゴリゴリを掘り進めていいの？これ。良さそうだね。あ、上、ちょっと待って、上に制限時間書いてあるわ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで、あ、見つけた。あ、ワンクリックすると縮むね。オッケー。
あ、よし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 、見つけました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 。とりあえず鉱物の発掘、ガブリエルの照明の瓶、よし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 、これで合格。どう、これでよし。 あなたはもう立派な鉱物収集家です。ありがとうございます。それにとても才能があるみたい。で、まあ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 、まあ、鉱物収集家の目を使い続けて、はいはい、採掘の技術を極めてくださいね。ありがとうございます。きっとすぐに貴重な遺物を発見できるはずです。やっぱ出ちゃいました才能。あ、まあ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 、私はベリタのところへ戻って、あなたが最初の鉱物の発掘に成功したって報告します。あ、いいんです、報告しまって。言葉ではあまり褒めないと思うけど、きっとお喜びするはず。ツンデレ、うん、落ち着いたら遺物の探索を始めてください。いいよ、ちょうどいい機会でしょ。いや、行きましょう行きましょう。ヌミダさん、ヌミダさん、どこだい、上が上だったね確か。ヌミダさん、ヌミダ、あ、いた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 、ヌミダさん成功したよ。お帰りなさい、ガブリエルとの時間は有益だった。もう掘っちゃったから、鉱物取り出しちゃったから。素晴らしいわ、いい印象を持っていたけど、間違ってなかったね。いただきましたね。173円ももらった。自由に興味を持った鉱物を捜索して、発見したものは研究のため目録化すること。ありがとうございます、クエスト完了。さあ、これ共に世界の秘密を解き明かしましょう。行きましょう。